選択会議は、1989年2月6日から4月5日にかけて、ポーランドのワルシャーで開催された東欧革命の先駆となった会議である。日増しに高まる民主化への要求や、相次ぐストライキ、社会主義経済運営の行き詰まりを受け、政府と反体制勢力による対話の場として、国内の安定化を図ることを目的に設けられた。 連帯幹部やカトリック教会関係者、政府幹部が一堂に会して2ヶ月にわたり、行われたこの会議は全国に向けてテレビ中継され、すべてのポーランド国民がその協議の推移を固唾を飲んで見守ったのである。ワルシャワ大学前での連帯運動1980年代初頭に、ポーランド各地でストライキが相次ぎ、リフ・バーウェンサを中心とした。 独立自主管理労働組合、連帯の結成でピークを迎えた民主化運動は、連帯の非合法化、戒厳令の布告などで一旦は収束し、その後ポーランドの社会的緊張状態は緩和しつつ、あった。しかし体制への不満や民主化の要求は日増しに、高まり、政府は反体制、民主化運動を何とか抑え込もうと試みるも、 民主化要求の動きはすでに全国的な勢いを得ており食い止めることはもはや容易ではなかった。当時のポーランドでは長期にわたる経済停滞や急激なインフレにより国民の生活水準が低下し社会不安や体制不満が広がっていたこともあり政府側は連帯を中心とした反体制勢力との対話を開始することにした。 1988年8月16日、全国的なストの波の中、当時の内務大臣、チェスワフ騎士チャクは、連帯のリーダーであるワレサと、極秘会談を行い、今後の対応を話し合うため近いうちに、円卓会議を開催することで合意した。円卓会議は1989年2月6日に、始まり、キシチャクとワレサが共同で議長を務めた。 開催場所はいくつかの場所に分かれていたが、開会と閉会は、閣僚評議会本部で行われた。政府側は、政治体制に、さほど変更を加えない形で、連帯側の代表者を体制に取り込むことを望んで、いたが、会議は、政府の思惑を超えて民主化へと大きく、舵を切る方向へと進められていった。この、ポーランドの円卓会議による影響は、 東欧各国にも波及し、その後の一連の東欧革命につながっていくこととなる。円卓会議が開かれた閣僚評議会本部の部屋会議は主に以下の3つの分科会に分けられ、個別の問題については各グループで議論された。双方の不信感、また政府側の政権以上に対する露骨な抵抗により、各分科会での議論は紛糾し、しばしば中断に追い込まれた。 中でも最も問題となったのは、であった。反体制側のうち一部の求心的なメンバーは、政府側への不信から会議自体に疑問を持つ者もいたが、4月5日の会議、終了時には多くの事項で合意が形成された。これらは総合して、円卓合意と呼ばれる。両者による合意文書は1989年4月4日に署名された。 以下に主要な合意内容を挙げる。結果として政治権力は実質的に統一労働者等から新たに創設された二院制議会並びに大統領職へと移行した。また連帯は再び合法的な団体となった。選挙に関しては下院議席の35%分と上院全議席の自由選挙が行われた。1989年6月4日の選挙は 下院議席の自由選挙枠35%のすべてと上院議席の99%を連帯側が獲得するという地滑り的大勝利に終わった。また大統領選では統一労働者党からの唯一の候補者であった東大一初期のボイチェフ・ヤルゼルスキが当選したが、これは連帯側と政府側の了解に基づくものであった。 政務の自由選挙枠35%については1991年の選挙時に撤廃された。会議には各分科会合わせて総勢452人が参加した。この円卓会議はその後のポーランドの政治や社会のあり方を決定づける重要な転換点であったのみならず一連の東欧各国における社会主義体制崩壊の先駆けとなるものであった。 また、話し合いによる平和的な合意形成、体制転換は、その後の東欧各国における民主化運動にも大きな影響を与えた。ありがとうございます。